縫い合わせる前の準備。3、バイアステープを作る。バイアステープはこのように合わせて縫いつなぎます。重ね合わせた部分の V になっているところから V になっているところまでを縫います。縫い代を割り半分に折っておきます。縫い代を割るときはまず軽くアイロンします。軽くアイロンしただけだと縫い代はこのように少し浮いています。指で水をつけ、ドライアイロンを当ててから余った生地で蒸気を吸い取ると縫い代がきれいに割れます。